はい、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。よく、死後の世界は本当にあるのかって話になると、その中に必ずと言っていいほど、三途の川だったりとか、あと綺麗な花畑とかが出てきますよね。結局のところ、生きているうちは普通体験できないことなので、本当にあるかどうかっていうのは、確かめようがないわけですよ。でも中には臨死体験をしたことによってそれらを経験した人も稀にいます。今回はそんな話をしたいと思います。1992年イタリアに住んでいた5歳のお子さんピエトロ君は自転車に乗っていた時に車にはねられてしまいます。彼は病院に運び込まれて治療に当たった医師の話ではこれ極めて難しい状態にありますんで覚悟しておいてくださいって言われたんだそうで、でそのまま昏睡状態が続いてなかなか意識は戻らなかったそうです。それでも家族は望みを捨てることなく必死でね、まあ、介護を続けていたわけです。事故から4ヶ月経った頃ピエトロ君はついに意識を取り戻したんですよね。でも彼は父親に向かって奇妙なことを話し始めたそうです。これが彼が昏睡状態だった4ヶ月の間に経験した話なんですけれども、これから話すのがね、事故に遭った彼は大きな光のトンネルのようなものを通って天国に行きました。その天国っていう場所はすごく綺麗なところで、なんとそこですでに亡くなっているおじいちゃんとおばあちゃんに会ったんだそうです。実際には生きているおじいちゃんとおばあちゃんとはピエトロ君は面識がなかったんですが、彼は家に飾ってある写真とそっくりだったのですぐに分かったらしいです。天国にはね、常に楽しい音楽が流れていてすごく気持ちが良かったんですけれども、そのおじいちゃんとおばあちゃんがまだここには来るべきではないよと、お父さんとお母さんのところへお帰りなさいと言ったので、彼は帰って行ったら目が覚めたということなんですよね。そしてピエトロ君はこれ天国にいたおばあちゃんが好きだったんだと言って歌を歌ったんだそうです。その歌を聞いたピエトロ君のお父さんは腰を抜かすほどびっくりしたんだそうです。なぜならその歌は昔自分が子供の頃母親つまりピエトロ君のおばあちゃんによく歌ってもらっていた子守歌だったからです。ピエトロ君は生前のおばあちゃんと会ったこともなければ誰もその歌を歌って聞かせたこともないし、ましてそんな昔の歌を知ってるはずがないんですよね。またおじいちゃんの足が悪かったことや、あと話を聞くときに耳に手を当てる癖があること、あとおばあちゃんの体に変わった形のあざがあることなどピエトロ君が知らないはずのことを次々と話したんだそうです。そして会ったこともないまま亡くなった親戚についても詳細に語ったんだそうです。よく科学的な考えの人は死後の世界はありえないと、それは夢を見ていただけとか日常で見たことのある風景などが夢に現れただけなどと言われたりしますが、今回のようにねピエトロ君が実際に会ったこともない人のことをこれほども詳細に語ったとなると、実際に死後の世界があったとしか説明がつかないんではないでしょうか。